謝ってかっこいいなってたら最近だとね、哲也さん、ああそう動画出されてましたもんね。謝ったって見て、うん、かっこいいなと思いました。いやすごいよ、本当にすごいと思 う、うん、世間は謝らなくていいよっていう意見の方がやっぱ圧倒的に多かったじゃないですか、うんうんうん、その中でも謝罪したみたいな、はいはい、でもそれ自分で言ったわけじゃないんですけどね、うん、それを言ったのっていうのを見て、うんうん、うわかっこいいなと思いましたね。やっぱ謝れる大人、うんうん、謝れるっていうのも違いますしね、うん、謝れば済むんだったら謝りますよっていう感じだとは思うんですけど、うん、これができる方ってなかなか少ないと思うんですよ。やっぱもうそれもそうだし、うん、多分めっちゃ嫌いなんだと思う。なんでかって言ったら反省もあるんでしょうけど、うん、何も10周年っていう節目をみんなと過ごしたかったっていうのがリーダーの責任がめっちゃ感じてるんだと思う、その人、うん、チャンネルをやってる分かるじゃん気持ちが。スタッフも見えないスタッフもたくさんいて、食べさせていかなきゃいけないとか、うん、見てるみんなを裏切らないようにしやんなきゃいけないっていうプレッシャーってえげつないから、はい、自分のせいでこうなってしまうっていうのが感じることに対してすごい謝りたいっていう、うんうんうん、めっちゃ感じると思うんですよ。あれは すごいですね。かっこいいですよね。だからコメントで、ね、徹夜男を見せたらって書いてあったんですよ、うん、あれいいなと思いましたね。いやすごかったですね。謝ること多いですね。ね、謝罪だらけですけど。でもあれも YouTube 界隈多分1の炎上っすよね多分。まあですよね。炎上というかなんか結構ショッキングでしたよね。いや本当に、うん、あんな初めてじゃないですか、うん、日本では。人のそういうので感情、うん、ここまで揺さぶられて感情移入しちゃうのってなかなか見ないと思うんですよね。これも北斗の拳とかと一緒なんですよ。すげえ壮大な物語じゃないですか北斗の拳。はいはいはい、世紀末の、はい、よくよく考えたらケンシロウとラオウの兄弟喧嘩、まあそうですねっていうように壮大なように見えていて、実は夫婦喧嘩だったりグループ内の揉め事なんですよ。あ確かにあれが壮大になってるだけですもんね。そうそう、国土神拳南都政権を並べて人類の中でもめちゃくちゃ強いトップクラスのやつだったっていう話ですからね、うん、そうなんですよ。確かにああいうことは結構日常茶飯事で起きてますからね。そうそこもスケールの話ですから、ね、そうです。だからワンピースも4校同士がちょっとぶつかったらもう世間がなんかバーってなるように何か行動したら何かしらはこう影響を与えてしまうぐらいになってしまってた立ち位置の方々じゃないですか。700万人とかさ、2、300万人の人たちでしょ。もうすごくないですか。確かに日本中は多分一緒にこう染まってるじゃん、あの問題に対して3日間ぐらいだけは、うん、それをすごいなと思うんですよ。冷静に考えたらすごいですね。すごい。